はい、こんにちは。桑原セブタです。で、前回の続きですね、強気スニ楽器の秘めルートをやっていきます。ついに期末テストの結果が出た。それを姫に見せる時だ。そう焦らないの。よかったんか。ごめん。さて、それじゃあ対馬くんのテスト拝見といきますか。こうやって自信満々に言いに切るってことはよかったってことかな。すべての提案用紙を姫に見せる。姫俺の点数を見比べている。なんかすげえ計算する。まあでもあれやろ、もう計算点数はもう自分で計算してあるやろ。予約しないで人気新作ゲームを買いに行くときよりも緊張する。予約しとかんと、こんなもんは。でいくらなんでも長くない。あら、バレちゃった。伸ばしとったこと？からかわれてるだけだった。もう姫も人が悪い。ごめん。なかなかよくできたんじゃない。で、何点なん。まあ、合格ラインってどこかしら。平均80は取れてるってことやな。まあ、取れてなかったら最初からちょっとなんか申し訳なさそうな感じでいく。星3つってところかしらね。マックスいくつですか。出ました、星3つです。ミスター隠しゲーバリに叫ぶ。俺の候補はまさに大きな星が輝いている気分だった。すごい嬉しそうね。その番組全然はしゃいじゃって子供みたいよ。子供ですよ。姫はクスクスと笑っていた。でも姫に合格点をいただけたんだからね。そりゃ嬉しくて大声も出したくなるわよ。これぐらいが普通じゃないの。そんなことはございません。私に言わせればまだまだだけど、今回はよく頑張ったわね。ちなみに一番低い点数でもめっちゃ上等やん。それ簡単に言えば平均点80点を越している。まあそれでも姫にとってはまだまだだし。でも中間テストに比べたらよくここまで成長したわね。こいつら一番いい点数で80点ぐらいやろ。得意科目の私としても嬉しいわ。これ点数低かったら姫に失望されちゃうからね。ま、間違いなく私とのお付き合いは終了してたわね。あっぶねー、いい点でよかった。でもこれで俺は姫の騎士にふさわしくなったかな。ないとね。あれ、まだ見習いってところかしら。で、見習わしてもらっとんやな。ナイトっていうよりまだポーンの方が合ってるかもね。でもちゃんとあれやな、一軍の駒にしてもらっとるやん。やっぱり厳しいな。徐々に私にふさわしくなってるのは認めてあげるわ。本当。まだ序の口だけどね。よっしゃ、俺よくやった。はいはい、すぐ調子に乗らないの。いって軽くデコピンされた。えへへ、なんだか嬉しそうね。姫にデコピンされたら姫のためだもん。俺は正直に言った。これは素直な俺の気持ちだった。私のためか。姫は何か考え込み始めた。どうしたん。うん、決めた。なんか、まあ対馬くんなら顔も悪くないし、私も嫌いじゃないからね。対馬くんならいいかしら。何が、何のことでしょうか。今日のご褒美ってことで。ご褒美にしてはねえ、すごすぎますね。頭に宇宙が広がった。なぜかこれセリーグの2位争いですか。星空と竜と虎で。はっ、今何よ。キスに決まってるでしょ。いつまでもキスを済まさないのもカッコ悪いしね。カニで済ましてあるぞ。対馬くんなら顔もギリギリ合格点を出してもいいわ。というか他の男に私の唇を奪われるのは嫌だしね。姫は何気なく言ったが、コスネックは俺には嬉しかった。ありがてえ姫。俺も少しはナイツとして認められたのかな。なんか勢いでやっちゃったって。ジョー、近頃どうかなされましたか。ん、仕事やノルマの効率が格段に落ちていての、親方様がまだまだ子供だなと笑っておられましたぞい。うん、それは反省してるわ。ほっほっほっ、ジョーにしては珍しいことじゃったからの。まあね、結果が落ちるのが良くないわよね。あ、パーフェクトの会社ってことが今回のテスト。なんじゃ、悩みでもあるのか。悩むのならたくさん悩むとええぞ。経験となる。ほっほっほ、分かっておるの。これはまずい状況かもしんねえ。
私の野望が対馬くんのどうでもいい目によって満たされている。仕事をしても近頃対馬くんの顔がちらついてくる。携帯を取り出す。そして結局対馬くんにメールを打っている。これじゃますますダメよね。無意識に唇に触れていた。生徒会室に呼ばれました。もちろん呼んだのは姫。最近はいい感じかな。姫てる時間も増えたし、姫との仲も深まっている気がする。まだ姫に従っている感じだけどね。姫来たよ。対馬くん来たよ。来たよ。ヨッピー先に帰っちゃったからさ、ちょっと仕事を手伝ってちょうだい。とか言いつつ返したんじゃないの。了解。それでも姫も少しずつ俺を認めてきてくれている。だから休憩中も二人きりで話している。そういえば龍明さんの時の姫もメイド姿は可愛かったよね。まあ珍しいっていうのもあるけど。私は普段から自分家で見てるから珍しくもなんともないんだけどね。自分家でメイドコスしとんの。姫はお嬢様だったら。そういうことな。やっぱりメイド服とか好きなのかしら。私は体操服の方が好きですよ。うちのメイドクラスの逆の子はメイドさん目当てだからね。対馬くんも好きなの。まあでも嫌いとは言ってないよ。どっちが嫌いかと言われたら好きよ。照れて下を向く。じゃあ私のメイド姿で対馬くんはいつもより興奮するのかしら。何を言ってるんですかあなたは。ドクン。俺の心臓が硬くなる。対馬くん今エッチな想像したでしょ。え、いやその思わず老爆してしまう。対馬くんってやっぱり面白い。でやらせてくれるんですか。またからかわれてしまった。そうすねないの。それじゃあ気が向いた時にメイド服を着てあげるわよ。お、いつですかそれは。ちょうどここに持ってきてあるのよね。なんで持ってきてるんですか。本当はヨッピーに着せて遊ぼうと思ってたのよ。衝撃的になっている佐藤さん。ナム。さてサイズ合わんのじゃ。少しお仕事があるから手伝ってね。了解。対馬くん次第では今日中に見れるかもね。お、こんなに。しまった。ほんと対馬くんってからかいがいがあるわね。ちょっと本気でびっくりしたって今。ググー。姫にまたはめられてしまった。でも姫のメイド姿っていうのはもう一度見てみたいな。写真撮ってないの。撮らせてくれへんか。姫と一緒に帰る。こうやって一緒に帰るのはなんだか恥ずかしい。ん？ポケットしながら歩いている姫。考え事？ちょっとね。何を？俺でよければ聞くけど。そうね。俺の横を歩いていた姫が足を止める。対馬くんの夢って何？俺の夢？そう。このまま夢もなしに進む気なのかなって。そういや俺って何も夢がないんだよね。強いて言うならこのまま姫と一緒にいたい。それも十分な夢だよな。俺は姫の内地でいることかな。まだ認めてないけど。認めさせるさ。せいぜい頑張りなさい。うん、頑張るよ。姫の危険はすごくいい。姫の描く未来像に俺の姿を入れてみせるから。そうね、頑張りなさい。うん。早足早に歩き出す姫。あれ、俺なんか悪いこと言ったかな。私の野望に対馬くんが入ってくる。そんなことはない。野望と夢がイコールで結ばれるはずがない。そう、絶対に結ばれるはずないんだから。ってことですか。けどなんか対馬くんと一緒にいることが近頃楽しいって、一緒にいたいって。今日で2学期も終わり。早いですね。明日からは昼、はい、冬休みになる。それでは今日で2学期も終わりですわ。じゃあ強気性2学期も終わりですか。いいか、のんきにこの冬休みを過ごそうなんて思ってるアマちゃんはいないだろうな。のんきに過ごしたいと思ってますよ。来年になればすぐにお前たちも受験生になる。この冬休みは心構えをする期間だと思っておき。と土永さんが言ってますわ。年末年始ぐらいゆっくりさせてや。非常に辛口な発言ですわ。祈り、これは辛口ではなく正当思いと言ってくれ。何が正当思いだこの腐れインコが。出た、亀の登場でございます。生徒思いであるのなら、なぜ生徒の歩むべき道を照らさない。この時期の生徒は悩み多き時だ。少しでもその悩みを聞いてやり、大きな夢を持たすことこそ大事だろう。と、ウォンダガワラさんは言っている。
今日はいつにも増して辛口だな、ゴン。ゴンって言うの？当たり前だ。夢を知らない生徒に夢を教えてやることこそそれがしの仕事だ。しかし、ゴンと呼ばれたのは初めてだ。出た、いろんな意味ですごい亀。荒野に点在する小さな町に、わずかに人々の渇きを癒すゴンダ河原だ。誰が腐れインコだ？我が輩は日々大しく生きるオウムだ。祈り、あの紙に言ってやれ。土永さんは、それは安かったですわ。500円？しっと。我が輩だってオウム、泣く時もある。それを言ったら、このコラーゲンはタダだったぞ。海に浮いていたところを捕獲したんだからな。コラーゲンって言ってやるな。そうだ、それがしは神、泣く時もある。ウミガメか。もうこの2匹はいいよ。成績表が渡された。みんなの表情を見れば、良かった人、悪かった人は一目瞭然というところか。ちなみに俺は少しばかり上がっていただけ。結構上がって、テストの点数は結構上がったのに少しばかりな。今回って休み中の講習者っていないんかね。呼ばれてねえんだし、いねえんだろ。やったぜ。フカヒレあたりがなってそうな気がしたんだけどな。俺もそれは思った。俺さ、冬休みに彼女と一緒にクリスマスイルミネーションを見に行くって約束があったんだけどな。その彼女がいないって？ん？長い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 。あかん。フカヒレの口から彼女っていう言葉が聞こえてきた気がしたわ。なんかあいつ変なこと言いやがって。まあ、なんかコピー読まないから。クラスの温度が下がったね。十二月やから温度が下がりきっとるやろ。もう待って、うちの出ないよ。なんだこの寒さ。そういえば聞いた話なんだけど、今期の補習者いないと思いきや実はいたのよ。ん？なんか先生でも手がつけられないからもう放置してるって聞いたわ。フカヒレが灰になった。放置される方もされる方だがする方もどうかと思うけどね。別にいいじゃないの。まあ、本人らがそれでいいんだろうな。でもその話って続きなかったっけ。え、あれそうだっけ。確か候補者が3人いるって聞いたけどね。なんだバカが3人もいるんかよ。あんたのことじゃね。気づかないのか、その候補者にお前の名前入ってるということを。ま、うちやカニッチが呼ばれてないんや。それ以上にバカな奴がいるんやな。んだな、それも3人もいるんだぜ。あんたらとフカヒレじゃねえの。ここで誰も突っ込まない。これが大人の対応。そういえば姫と佐藤さんって冬休みはどっか行く手あんの。本当は行きたいんだけどね。旅行とか行きたいんだけどね。私の方が年末年始とお忙しだからね。薄い本で。まあこの話を聞いたのはデートに誘えるかどうかを考えるためなんだけどね。去年はわざわざクリスマスにアメリカまで行って、ブロードウェイのクリスマスツリーを見に行ってきたのよね。あれは綺麗だったよね。もう部屋に閉じこもってるだけで2週間経ってくれな。私は面倒なことが入りそうだから無理そうかな。残念だね。残念だね。 GoTo キャンペーンアメリカじゃ使えないからね。姫と一緒に時間が全くないんだから。それでは、で、私は冬休み中、実家に帰るからな。うん、こっちは任せて。任せてと言うが、お前の場合は私がいないとすぐに怠ける癖があるからな。くれぐれも勉学鍛錬を怠るんじゃないぞ。まあ、姫がついてますから。今は日々精進しなきゃいけないからね。それと、夏よりも短い休みだ。すぐに3学期も始まることだろう。くれぐれもライフスタイルを崩すなよ。分かってるよ。本当に大丈夫だな。多分本当に大丈夫。もしやばいと思ったらスバル呼ぶしね。おうおう、こういう時に頼られるのも悪くはないな。お前はいつになったら伊達から卒業できるんだ。ランディングとかなら一緒にしてくれるやろな。伊達に頼ることをやめて、何事も自分一人の力で解決する努力をしてみろ。今日の昼と夜の分のおにぎりは作っておいたぞ。ラップに入れてくるんである。冷蔵庫に入れれば明日の朝まで持つから、残れば明日にでも回すんだぞ。余計。おやつは寝る前に絶対に食べるなよ。食生活のバランスが崩れる原因になるからな。おいっつ外出するときは土
ストーブの電源が切ってあるか、ガスがちゃんと閉じてるか確認するんだぞ。この時期は乾燥しているからな。火事になりやすいものは極力カバーするんだ。こたつで洗濯物乾かそうとかしたらあかんよ。あとは何かあったら実家の方に遠慮なく電話を入れるんだぞ。うん、乙女さん。なんだ、こんな先回ししたら電池なくなるよ。そうか、ならばこれが最後だ。お前は学生なんだ、学生らしい生活を送るんだぞ。おっす、よし、それでは私は行ってくるぞ。行ってらっしゃい。口息が激しい校内へ姿を消していった。やっと行ったか。ちゃんと歯を磨いてから寝るんだぞ。周りの人たちで送られたです。乙女さん、まあ乙女さんはこういう人なんだ。この後どうするんだ。でセボロ君、何しに、何のためにここにおったん。家に帰るかな。そういうことやらないと乙女さんに怒られるしね。それにしても乙女さんの最後の言葉、学生らしい生活ね、何に対しての言葉なのやら。まあ勉強しとけってことやろうけど、姫と会いたいから電話をかけるけど、なかなかアポってものは取れねえ。即日アポなんて絶対に取れないから前もって連絡をする。トゥルトゥル。あ、姫、どうしたの。お休みでも言いたかった。それもあるけど、明日とか時間取れない。もういつだったら空いてますかって。ちょっと無理そうね。いつなら行けそう。24日は絶対に時間を取っておいたらいいんだけど、どうしても見せたいものがあるんだ。この時期って会食が多いけど、切り詰めれば少しくらい時間が取れそうね。無理せんでもいいよ。だったら夜がいいんだ。何時くらい。12時ぐらい。18時からでも大丈夫。いいわ。それなら18時にどこに行けばいい。家まで来て。駅前でも大丈夫。いいわ。それなら駅前で待ち合わせね。何駅か言っとかんとあれじゃない。久々に姫とのデートを予約することができた。それよりも今って忙しいの。そうね、結構忙しいわ。じゃあ切るね。だったら長い電話できないね。そうね、24日に会えば話はできるわ。1週間待つの。メールも無理そう。そうね、ちょっと控えようかな。了解。それじゃあ24日楽しみにしてる。電話を切る。あっさりとした会話に見えるが、俺にとってはこれだけでも嬉しいんだ。さて24日が楽しみになってきたな。うん、着ていく服がないぞ。じゃあ裸で行こっか。よし、色彩感覚抜群なやつでも頼んでみるか。あ、その前はあさってロードワークをしてこないといけないな。ようやくお決めになったと聞きましたぞ。うん、私は上に立つ人間だからね。そのためにはどんなものでも利用するわよ。さすが上司。しかしなんでそんな寂しい顔をしとるんじゃい。別にそんな顔してないわ。ほっほっほ、そうかい。女王の選んだ道だから何も言わないでおこうと決めておったんじゃが、一つだけ言わせてもらうぞい。何。少し前までの女王はとても青春を謳歌している感じで毎日を楽しんでいるように見えたわい。けれど今の女王は何かに苦しんでおる。青春を謳歌するのもいいんじゃが、泥沼にはまるなと言ったはずじゃ。これがもしかして泥沼。もがけばもがくほど心の中に変な感情が生まれてくる。これがその感情だっていうの。ジオ、今は迷う時ではない。自分の野望を叶えたい時には犠牲だってつきものじゃ。そこをちゃんと知っておくといいぞい。自分の野望を叶えるための犠牲、それがシュシマ君ってことになるのよね。犠牲ね。なんでこんなこと私が悩まなきゃいけねえんだよ。どうしたの、私を呼び出して。ということで一旦終わります。お疲れ様でした。バイバーイ。